ワイピオ渓谷三原次第からの風景ワイピオ渓谷はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のハマクア地区にある渓谷である。この渓谷は王家の谷と呼ばれ崖にある洞窟には古代の王トールが埋葬されている。1946年と1979年に津波や洪水で大きな被害を受けたにもかかわらず死者が一人も出なかった。ワイピオ渓谷は アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のハマクア地区にあり、ハワイ語で曲がった水を意味し、崖に囲まれて海に面した谷でハワイ人により聖なる力の地あると信じられている。アクセスはハワイ州道19号線から240号線へ入り、ホノカーの町を過ぎる。240号線の突き当たりがワイピオ渓谷の展望台。この展望台からは、 300メートルの崖を徒歩か四輪、駆動車で降りる。広から約1.5から2時間、粉から約2から2.5時間で行くことができる。渓谷へ降りると、渓谷を取り囲む崖から数畳の滝が白い糸となって流れてくるのが季節により見られる。一番奥に遠く見える滝は、ヒイラベ滝で、落差は390メートルもあり、水量が多い時は向かって、左に支流ができて、 双子の滝になる。そこの水は小川になり、渓谷全体を潤し、クロスナ海岸で太平洋へ注ぐ。ワイピオ渓谷に関する歌と踊りはいくつかあるが、ヒーラベ滝の二条の滝を男女に例えた、ヒーラベが一番有名であろう。例えば、フランクヒューイットの踊りでは、滝の水が流れるよう、滝を見下ろす様子、滝を見上げる様子、鳥が歌う様子などを踊っている。 旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島、P177 ハット y p オ警告ヒーラウェ、サムエルアイ、A カレナイエナ、SR ワオピア警告と、ヒーラベフランクヒューイットハットヒーラベダンスとバイ、カワイコプーカラニ、ありがとうございます。